働いてみたいんですよね。何が？その養護施設とかで。やめた後、うん、それの方が、どうですかね、この考えは。おすすめしない。おすすめしないですか。いやー、もっときついんじゃない？人間なら広告業界よりきついんじゃないかね。まあ、それはアルバイトで。アルバイトで。まあ、介護はやっぱ人足んないからアルバイトはいっぱいあるよね。あの、要は老人ホームっていっぱいあるじゃん、杉並いっぱいある、はいはい、あそこはもう常に求めてるよ、人。でも深夜だし、時給1300円とかかな。でもね、俺きついと思うよ。いや、なんか本当にかけがえない体験なんですよ、ね、それは。まあ、やってみたらいいんじゃない、それ一回。そしたらこれ良質になるかもしれない、僕は実際現場に行ってて。なんかそういう僕覚悟足りないんで。自分で、うん、もうあるんですよね。介護とでも出版つなげたら面白いかもね。え、今ね、結構ね、出てるんですか。いや、出てますよね。出てるけど、問題はさ、その、うん、本はいっぱい出てるけど、介護自体と出版ビジネス、新しい形のビジネスの付近につなげたら面白いだろうな。あ、そうだな。今さ、あの文芸春秋とかさ、うん、朝日が出してるとか読むとさ、うん、なんか広告ページが入ってて、出版社ので、自分誌を作り、自分年表を作りませんかみたいな広告が絶対入ってるの、文芸新聞で。こう段階のジジイからさ、自分誌っていうのを出版させてさ、なんかこう巻き取るみたいなさ、そういうビジネスをやってんだ。でちょうど段階の世代ってさ、こう語りたがるじゃん、自分の人生を。激動の時代ですかね。あんな多分30万とか50万とか取られるんだよ。ああいうなんか、それあったあるでしょ、神保町の本屋さんで、そういうのありましたね、そう、なんか、なんかチラシとか自分の本出しませんかみたいな。そうそうそう、あれあれ、そうなんだ。すげえ。で、まあみんなまさに出版したいとか本出したいっていうなんか願望があるらしくてさ、自分のストーリーっていうのね、誰も解約しないのに。そういう人狙ってんだ。だって村上春樹が自伝とか絶対出さないでしょ。出さないよ。自分の自分で。じゃあ絶対出さないよ、売れる人。まあ、ただその自閉症のことと、まあちょっと、まあそれなんかテーマで書くのがいいよね。あとまあアートとかもね、アウトサイダーアートとかとかもありますけどね。まあ例えば、うん、まあ熊本にね、結構、うん、あるんですよ、ね、そういうちょっとじゃアウトサイダーアートに特化したトイレ行きたい、うん、例
えば、まあ、アートだったらこういうとこ、熊本商務学院ってことなんですけど、熊本熊本っすね、ここに商務学院、はい、でなんか、まあ、言ったら人種の方とかそういう人たちが入ると思うんですけども、まあ、そういう養護施設っていう一面もあるし、その工房みたいな、そのアート作品をみんなで、その事務所の人たちに作ってるワークショップとかをやってる。そうですね、ワークショップ、それでその展示会とかもしたりとかする、まあ、ところとかもあったり。僕も友達で熊本でやってて、で NPO がまあ潰れちゃって、大阪に介護の仕事でまた転勤した公園に行くと、なんかその地方いろいろあってさ、熊本大分にもあって、でやっぱみんなそういうところの理事長さんって、まあ、いろいろ変わった人がいるわけ。いろいろ変わった人がいる。そうで、ただね、やっぱなんかその自閉症の人っていうと一概に言っちゃうけど、なんかみんな本当に原理が分かんないらしいの、一人一人と触れ合ってて。で例えば自閉症って言っちゃうとなんかこう精神障害みたいな感じちゃうけど、めっちゃ普通に落語好きな人とかいるんだって。で落語好きでパンクロック好きで、そうで、なんか普通に喋ってると普通なんだけど、で実際落語とパンクロックが好きなんだけど、なんかやっぱちょっとここが違うみたいな、社会的な生活でいろいろ、そうそうそう、とかなんかやっぱ事例によって人によってあるから、一概になんか言えないですよね。なるほどね。社会的な結局レッテルというかラベルが常に作られるわけじゃん、ADHD とかさ、障害者とかさ、そこら辺の言い方も嫌だよね、なんか言い方がね、なんか本当にそう思います。人ってそうやって、まあ、人間的に名付ける性質じゃないですか、それで認識するから。いいね、やばいっすね。ニートとかもそうだよね。ニートって言えばさ、ダメな人ってなるけど、別にね、まだ労働に参加してないだけっていう言い方もできるじゃん、ですね。てか逆にこんだけ資本主義が進歩していくとさ、そんなに働く必要がなくなっちゃうわけよ。だからニートが増えるのはむしろ資本主義の富のおかげで、いいこととも認識でできるわけ。だからニートって名付けると問題になっちゃうから、働く必要がないですもん、それだけ潤ってるから。そうそうそうね。じゃあベトナム、昔のベトナムみたいな状況とは違うもの、ベトナムは。あのだからもう今ちょうど日本の高度経済成長みたいになってるの、今のベトナムね。でバイク行ってさ、さざましく、だからちょうど日本の60年代みたいな感じ、みんなサラリーマンになって、背広着て働いて、もうガンガンビルも高いのが立ち上がる。あそこ見てると、あ、昔の40年前の日本じゃああだったんだな、追いつこう追いつこうって、そういうことで、日本はもう経済成長しちゃったわけよ。六本木新宿にバーってビル建てて、経済成長したらもうあと止まるしかないわけだよ。多様化停滞するわけしかないで、あとはもう投資的になるしかないから、そうするとそれは若者働く必要が分かんなくなるわけよ。これから先希望ないから、労働で稼ごうとは思わなくなっちゃうから、別にニートなんて、それは当然その人類のステップで生まれるに決まってるんだけど、ニートって名付けることによって、なんかこうまるで社会的病理のようになっちゃうとか。じゃあニートじゃなくてインベスターになって投資側に回ればいいのかって言うと、そうでもないじゃん。だってそういうなんか労働の場に出てない人が投資に回ってると多分いい結果を生み出せないから。そうだから変な話、みんなこう 丸くなって勉強してくれればいいのよ、日本で。本当にね、なんかその投資とか使ってはその企業投資で、でもその企業が成長したらお金が入るって趣旨ですよ、それってなんかね、いやだ。それやるんだったら普通に飲み屋さんとかコーヒー屋さんでお金落として、こういうなんか素晴らしい場所いっぱいあるんですか。それでも消費経済でしょ、普通の。それの方が、まあ、単純な考えで。でも結局ね、その なんでかっていうと、株式、一応資本主義社会ってさ、株式会社なわけじゃん。で株式会社ってのは株をみんな買ってるわけよ、うん、で株、例えばで、まあ、電通でいいや、電通だったら株価だいたいいくらぐらいかな、1株5000円だとするじゃん。でこれが変わっていくわけよ、6000円になるし、で4000円に下落しちゃうこともある。これで例えば10株持ってたら5万円なわけよ、価値が。でこれが6000円の場合は
急に6万円になっちゃう、うん、でこれがさ5万と6万じゃ変わんないけど、これが100万だったら130万に増えるわけよ、ちょっと1日待っただけで、うん、っていう風な売買ゲームしてるっていう、まあ要は資本を増やしてってそういうゲームだから、これがなくなっちゃうとここの会社も成長できなくなっちゃう、うん、だからここのバランスを調整するのが国立銀行とか調整役がだから官僚とかになってるから、この売買ゲーム自体は俺はそんなね気にすることでもない。だから投資家の人はこれでね財産失っちゃったり増やしたりとか、あの必死だけど、あと一般の普通の人はやっぱ株に手出さない方がいいですよ、絶対損する。あの要は5万から例えば6万になったぐらいなんて、そんなの手数料の方が高くつくの。でも例えば1000万を2000万にすると、手数料でも100万引かれても900万残るから、プロの方が絶対勝つようにできてるゲームなの、金いっぱい持って。で この資本投資家が別に悪なんじゃなくて、この人たちがいい例えば介護のビジネスに投資してくれればいいわけ、お金持ってるから。この投資家は悪ってやっても、結局こういうの人っていないと社会が回んないから、うん、だって考えてごらん、何かやりたいっつってもお金出してくれるスポンサーがいなくなっちゃう、絶対投資家って必要でしょ。友達になんなきゃ、そう、むしろそうなの、友達になんなきゃいけないの、ね、友達にして、別に投資家ってあくまでも神様でもないから提案するってこと、そういうことするでもちろん儲けを出さないとそれは出してくんないけど、未来にかけるわけよ投資家って、ね、この人だったら1億を2億にしてくれるかもって思って出すわけだから、ね、だから友達にすることなんですよ一番いや本当喋ってると本当そうだねなんかでもそうね、自分のやりたいことが結構そういう、そうっすね。俺でもなんかこう今1時間ぐらい小1時間ぐらい打ち合わせして、やっぱ問題でちょっと捉えすぎかなと思うな。問題なんか病理とか問題で捉えちゃうと、結局なんかあんまポジティブな場とかいい流れになんないのよ。だから問題は使っていいんだけど、問題のフレームをこの場でなんかすごく解決まではいかなくても解決に導いていくような場にすると、あ、来てよかったねとか、お金払ってもいい場だねってなるから、これもさ問題じゃん全部、さっきも問題しか言ってないから、問題しか言ってないからちょっと思っちゃうから、ソーシャルワーカーを呼んで、なんかソーシャルワーカーの実際に働いてる仕事を改善する場とかだとすごいいいと思うんだけど、問題を聞いてみんなでうんうんって聞いてる回だとそれで終わっちゃうよね。そうですね、それはまさに、やっぱだから問題を解決思考とかソリューショナルとかプロブレムソルビングとかって言うけど、俺はそういうソルビングの方に向かってった方がいい気がするな。確かに、そう、数学ってさそういう考え方だから面白いよね。必ず問題を解くとか、プロブレムはソルビングして、なんかソリューションしなきゃいけないとか、科学者とかやっぱ面白いですよね。確かに問題向かってるな俺の人生でしょ問題をいくら考えてても問題って解けないよ、うん、問題を重視するなの、解決を重視せよ。いいね、俺のカウンセリングが始まってきた。カウンセリング、いや本当でも解決を重視せよなんだよ。そうだな、なかなかこれはでもね分かんないっすよ、うん、ここを言う人いないっすよ、問題ばっかり言うので、問題ばっかり言ってると問題ばっかりになってくる、不思議なもんで進まない、先に進まないと先に進まないし、こうなんか負のオーラというか悪循環でいっぱいになってきた。そうだな、確かにそうだな。わかりました。前向きな話をちょっと。だからそう、あのイベントの時もやっぱなんだろうね。俺もそうだね。なんか暗い晩ってお葬式じゃないからさ、やだよね。ちょっと軽い
だから前向きとか明るいってのもあんまりで、なんか一つ問題設定して、でその問題をみんなで解くっていうのがいい。まず問題を紹介すると。そう。そこから始まって、僕はどうしよう。そうそうそう。イシューをまずプロブレム紹介するじゃん。うん、する。これだから、これが企画者の役割だよね、うん、企画。でこれが5分とか10分ぐらいで、でそこからみんなで。まあちょっと映像でもいいし、あ、そうですね。そう、ば、ね、まあこっちからのでもいいし、でみんなで話し合う場で交流会で、で4交流会で、これいいんじゃない？ですね。なんかそうだ。ほら、まあ1時間の打ち合わせで、この構造でやっていけば、あとはどんなテーマにしても大丈夫だと思う。でその映像とかあったら、その YouTube とかから流して、コンテンツは何でもいい、それから切り出してて編集してって、で別に本当にあの紙でもいいと思う、紙のレジュメでも。これだったらお疲れ様でした。確かにいいっすね、その流れ。であとは人脈作ると、ここら辺でまあ人脈っていうか、つながりの関わり方みたいなの作れたらいいよね。あの場良かったですねって結局ここで決まるじゃん、ね、結構それで仕事になったりするもんね。すごいあると思いますよ。もうね、次の就職先をね無理かまあでもこういうのを結構してる人ね、絶対いい話が舞い込むよ。だから問題で話し合っちゃうとこういうのないからさ、その40代建築関係が来ちゃうからさ暗い、だからそうだね、暗い人、なんか変な人を呼ばないってのあるけど、ね、結構変な人来るな。変な人は来るから、変な人来た時もこういう風に変な人を変えちゃう対応にしちゃえばいい。変な暗い人絶対来るから、一人ですから。それはちょっと企画者で裏を取っとかな、考えとかないと結構きついかね。やってみますか。やべえ、今日面白い俺だけが面白いけど、まず問題を見つけるとこですよね。そうですね。だ問題、そう、問題は何か、まあ結構現実的な問題がいいかもね。家族、介護。家族ですね。介護。だ仕事。若者の仕事。うん、ああ、いいですね。超リアル。僕にとって。全部リアルで全部リアルなことがいい。めっちゃリアルですね。ここね、あとね、やっぱ研究職の就職先とかって結構8人とかだと、研究者とかその出版社の仕事、編集者の仕事とかっても結構テーマとしてありだと思う。面白いよね。今まずそのもうアイデア、もういろんな、そうですね。批判なしでアイデアばっかり。まあ、この一つ、この若者仕事っていうのはまず僕で OK ですよ、ね。いくらでも僕はなんか言えるかもしれないですけど、まず介護のとこは。僕っていうかテーマを、テーマですね、プログラム問題を、もっとこう、あとその子のファッションのイメージ何でもいいですよ。ああ、さっきのカナダグッズさん、そうですね、喫茶店事情とかでも意外とそういいよね。まあそういうイベントあったら来ると思うよ。あと最近いろんな古本屋さんとか出てますね。古本屋事情とかのイベントはいい。パン屋の古本屋とかなんかあるね。ある。まあけど結構やってるけどな。パン屋の売り上げアップ。アップの場。コンサルみたいな。ぐらいですかね、けど。ね、この、じゃあこの中から絞っていくか。まあ1回目としては
大大きなテーマとしてはどの方向がいいかな、うん、若者仕事かやっぱ、若者も来ますし ねやっぱ仕事について語り合う場が一番いいんじゃない。なんかこう全員がイシューとして家族か仕事じゃん全員、まあ、あと介護か、そうですね、介護の仕事で言えばはたかたボリューム2でいいかな。それはね、すごい重要だと思う。いいね。まあ仕事について。働くを語る場。まあ、僕は働き方、あと一つちょっと関係ないんですけど、最近その技術者の店主さんが、僕らあんま店主の人とはまあ直接話せない方がいいかもしれないですけど、聞いた話によると、その最近その介護してたんですよ、親の介護。あ、親の介護ね、あの人がね。あの人が、うん。で、最近で結構、もうなんだろう、喋れないぐらい介護してて、うん、でも最近お亡くなりになって、うん、やっと終えたんですけど、葬式とか、うん。そういうのもあるとか、ね。だからみんなやっぱ介護とかさ、仕事の問題が悩みだから、うん、介護しながら働くってどういうことかとか、そういうテーマセット面白いよね。そうですね、そうですね。あるいは保育しながら働く、うん、あ、そっか、そこで働くに導けるか、そういうこと、ね、介護しながら、あるいはだからママさんで、世田谷なんて今保育所足んないけどさ、保育しながら、あるいは20代で家庭持つとはさ、あの、うん、大抵もう20代って、ね、給料安いからどっちも共働きなわけよ。そうすると子供育てながらって大変じゃん。でその8人ぐらいで結構精鋭の話してる、面白い、うん、結構コアな対話になるやばいっすね。いや面白そうだね。これでテーマ的にも超棒術者と合うんじゃない。いやもうね本当に合って、マジで合うんじゃないかい。本一冊作れちゃうんじゃないかい。確かに、いいっすね。そこのテーマは時期的にもいいかもしれない。だからその人も乗りそうだよね。絶対乗ります、ね、いいね。やっぱ畑方ボリューム2だな、じゃあそしたら。畑方一応そうそう、俺、まあ、俺 主催の企画なんだけど、誰と運営してもいいなと思って、そう毎回で場所も変えて、とにかく働くを語る場ってないから、うん、ゴンガンガンガンやったら面白いかな。けどテーマ、そうですね、働き方で結構大きな枠で、いいね、はたかたやっぱいいね、軌道し、今年大きな船に乗せてこ。いいね、いいね、いいね。これ、まあ、いい感じにデザインしてもらってね、あ、それはやります、やります。僕はね、まあ、そうだね、8人か、まあ、どれだけ暗い回にしないように。あ、絶対、そうそう、それが嫌だね。裏テーマ、あと愚痴の言い合いになんない、なんないように。そうそうね、そうそう、愚痴とか不幸自慢にならないようにしないと。一番ダメだな、ダメなパターンだよ。すまんね。それは、まあ、あんまりそんな来なかったんだけど、まあ、とある人と一緒にやって、で、まあ、あのそれでうちで世田谷ヒッタリーやって、で、いろんなこう、まあ、ちょっと大きなシートだけ買って、みんなでこうアイデア出して3つ質問考えて、活
肩書きについてどうかっていうのと、うん、で上司とか上の人との関係の悩み、で同じような愚痴の言い合いにならないように、まあでもやっぱこれが一番盛り上がるけど、ね、正直ね。でもまあこれをあのポストイットに書いてってペタペタ貼ってって最後振り返りして最後お蕎麦食べて終わり。なるほど、うん、でちゃんと10回ぐらい打ち合わせしたかな、うん、で1回やったからもうノリはつかめて、うん、でなんかこうポストイットに書く場にしたけど、まあ、そう書くとみんな参加してるって感じにはなるよね。話聞いてるだけより、やっぱ自分がこう喋ったり書いたり、書かせるとかは結構いいかも。あ、大抵のイベントって聞くだけじゃん。そのさっき言ったさ、俺こういうの嫌だなと思うのはさ、偉い人呼んで聞くだけなんよ。あ、うん、で聞くだけって残んないのよ、はっきり言って。聞いてる側もやっぱ絶対なんか1枚書いてもらったり発表してもらったりとか、なんかこう隣の人と相談してもらうとか、こうなんか一つこう仕組んであげないと、うん、イベントってやっぱつまんないと思うんだよね、聞いてるだけだと。8人だったらまあそれなりに時間どんくらいにするか。例えばなんか過去にあった形式として、例えばこういうテーブルがあって、うん、ここにそのキャンプ用の椅子ってあるじゃないですか。あれをこうやって囲んで、うん、こういろいろ置いてくるんですよ、8人ぐらい、うん、でここら辺にそのなんだろう、メインの人がいて喋ってくるみたいな。で最初喋ってって、そっからあとはお酒とか食べ物食べながら話し合ってくる。なるほど、結構盛り上がってる。結構それでよくあるオープンカフェとかっていうやり方、マイクがあってそのボールかなんか置いてて、ボールを持った時人しか喋っちゃいけなくて、それをどんどん渡していくみたいな。だから3人、ここ6人ぐらいいるとするじゃん。で渡して、はい、次私も喋ってください、喋ってくださいみたいなとかはある。あ、そうするとなんかヤジとかじゃなくて、もっと人しか喋れないからちゃんとみんな聞くじゃん、喋、うん、る聞く喋る。あ、そうそう、そうもうそうやっからね。あ、そうそう、みんな参加できます。そういうことで8人だったら絶対そういう全員参加がいいと思う。あ、そうしましょう、そうしましょう、ね、なんかうるせえやつとかもしいたとしたら。あ、だからそういう人も、喋り続けない、そういう人もあの そういう時にまさに仕切りがいないと、仕切り、あ、ちょっと次の人移ってくださいってさ、だから変な人対策で絶対来るから、そういう時にこういう形式を作っとかないと変な人とずっと喋り続けるから、あって変わってくださいってできる。でそういう人も聞く側になればちゃんと黙るから、うん、問題は仕切りがいないとやっぱずっと喋っちゃう人がいるんですよ、うん、行きましょう。いいね、いいね。だからそう、それでいいよね。ね、オープンカフェじゃない、あのあれネットで見れるから、その場とかをファシリテーションの勉強は結構した方がいいよ。うん、使えるしね。なんだっけ、オープンカフェじゃない、なんとかカフェっていうやり方なんだ。設問、それで当日の設問は。これが結構、これ結構一番大事かな、当日する説も。これをまあでもメールで考えてもいいけど、やっぱこういう時に考えないと出ないでしょ。まあ、問題じゃなくて質問っすかね。あ、だから当日あの問題じゃなくて当日の、そうそう、考えるため。例えばもし働くか、働くか、あ、ワールドカフェだ、ワールドカフェっていうやり方、あくまでも働くわけですよね。あ、でもいいよ、そのフレキシブルに、まあ、例えばもし親が突然要介護になったら、うん、どうしますかみたいな。それいいね、それいいと思う。あなたはその介護するぐらい回りますかっていう、まあこれはまあ結構普遍的なテーマ、ね、そうそうそう、もしも親がよ、うん、養護施設に預けますか、それとも自分で自宅介護しますか。これいいね、もうこれ決定でいいよ、うん、若者の介護入門だね。ああ、めっちゃ面白いんじゃない。これ若者
まあ、これをさポップにやったら面白いよね。女の子のモデルさんとか使ってさ、もしも親が妖怪になって、これそしたら行政と組めると思う。これマジで。だってさ結局そのみんな考えたくないじゃん、こういうことって。考えたくないけど絶対降りかかってくる問題じゃん。絶対親は老人になるから。でそういうのを楽しく考える場ってないよ、うん、誰でもが降りかかってくる。楽しくさせるっていう場面そこなんだよね。だからそこに運営の能力がかかってる。進むぞ、進む。いいね。でもこれいいね。まあそれは一つ介護の問題として。介護の問題でしょ。で次働くでしょ。働くはだからあれだよ、あのあまあ、働く。働くで例えば業界ね、まあそれこそだから出版文化で編集者で働いてる人。とその会を両立させるとかそういうことじゃない。家族に介護をしなきゃいけない人がいる。だから仕事と介護、仕事と介護をどう両立させるか。あ、いいですね、これ面白いね、うん、これお金払っても聞きたい人いる。まさにこれ伊藤さんの声聞きたいですね。聞きたいよね、てかうちらもね、うん、どうやってんのかね。みんなこんなこと話さないからさ、こういう場を作ってあげないとさ。だけどこれって結構勇気いるじゃないですか、話すね。そうそう、だからやっぱそこで番にする意味があるじゃん。やっぱ勇気、あんま人前で言うことじゃない。それいいっすね。結局ね、でもこの問題だけになってくるんですよ、21世紀って。だってさ、こう人前で話すことじゃないけど、みんな誰もが老人になるわけでさ、で全部テクノロジーで他の問題は大体解決できるけど、唯一人間が生まれて子を育てて親になって老人になって死んでいくってプロセスだけは絶対残り続けるわけ、問題として。でその家族の問題だけが本質になっていくわけ。他は全部資本主義の仕事の話もある程度解決はできるんですけど。はい、であとはまあ言い方ちょっとまた俺勉強しますけど、まあ、自閉症を持った人が、まあ、働き先ですよね。なるほどね。どう社会に、それでもちょっとテーマでかいから、なんか多分あのカイ君のはなんか自分でレジュメ作った方がいいと思う。で当日発表する方がいい。まあ、人に聞いてもやっぱ多分答え出ないことだから、そうだね、自分の考えっていう形でちょっと発表するみたいな方がいい。問いかけて。俺もだってどんな人が来るか分かんないからさ、聞いてみたいわけよ俺も。あ、企画するってことはこれやっぱ勉強になるもんね。なります。企画側が勉強楽しめるっていうのが一番大事だから、うん、でちょっとこっちももちろん勉強していかなきゃいけないから、こう勉強することができるじゃん。そうだね、そうだね。まあ、単純にあと若者って今どんな職に就きたいかっていうのをちょっと聞いてみたいよね。まあ、まだメディアなのかテレビ局とかそういうの進めたいとか。まあやっぱメディア人気だよね、出版。けどそれって結構移行してる気しますけどね。あ、やっぱ安定を求めた。あ、でも一番は公務員だよやっぱ。圧倒的に今の20代公務員大企業志望めちゃくちゃ保守的だと思う。保守的っていうか行きたいってやついないもんマジで。あの東大とかやっぱあれエリート校だけだよ起業したいという人。みんな、でも私普通に就職しますって。あ、ちょっとここそうね、ここ交流会でもいいかもしれないね。当日だから交流会で水制にして交流会、まあここまでで
ちょっと広がりすぎてる、うん、そうそうそう、ここはなんか自由フリートークってきていいと思う、うん、ああいう ここら辺答えが出そうだけどね、ちょっと答えを出してやるみたいですかね、答えっていうかまあなんか場の仕切りとしてさ、あ確かにそれは重要、なんかこう知見が得たなっていう場にしないと一応ね、うん、8人かな、8人だと、まあ、1人1000円か1500、1000円ぐらいですかね、1500って来ないよ、あの下北の B&B でも有名な作家で2000円だから、あで、まあ、超自由、1500円っつったら来ないよ、本当に入んないよ、人1000円が限界だと思う、で当事者だったら、これどうする、これはまあ今までのやり方だったら入ってもらってちょっと会費を払ってもらって参加するみたいなスタイルでしたけど、うん、お店側でもどうかな、うちは全部もらえないでしょ、あそこは、まあ、前どうしてた、前ですか、そのビッグプレゼント、え、あその時はねお店だって一応メリット欲しいでしょ、バーをどうしたっけな、いくつかもいくらかもらいましたけどね、けど本当はね、どういう折半だったのかな、本当人がなかったの、いやーちゃんとした方がいいトラブルになるよまあまあお金で今回はやんないけど、でもまあお金であのモチベーションになるじゃん、やっぱ500円頑張ってさ打ち合わせして500円にしかなんないってきついから、そうなんだよね、でもまあ2、3000円ぐらい欲しいよね、企画する人だったら、本当に2000円ぐらい取ってね、で1万6000円でまあ店が、え、けど結構もらえると思いますよ、なんでかって言ったら本屋さんはその こういう場所があるって知ってほしいってことと、うん、実際に来てもらって本を買ってもらう、買ってもらうからねっていう目的があるんで、で本当にそんなもらわなくていい、多分僕ら企画して会費は多分ほとんど僕らもらって、あ、そうですか、うん、だと思う、プラス一冊本をお買い求めくださいにしようか、ね、まあそうですね、強制じゃないかもしれないけど、強制なるべく一冊本をお買いくださいぐらい、ああまあそうですね、そうこれでいいでしょう、まあ強制じゃないけどなるべく一冊って言えばまあ8人みんな買ってくれるじゃない、なんか、うん、そしたらうちらもさこうねイベントやる意味なんですよ、うん、これじゃないですか、そんな感じじゃないですか、いいね、ちょっとじゃあここ詰めて時間詰めて、とまず日付、これ話した内容を日付で、まあもちろんあの当事者の人にも許可取んなきゃいけないから、日付場所で企画書、ここにだから当日フライヤーデザインで当日の設問、説問とかまあ進行だよね、進行、まあ進行は緩く、あと当日説問進行で飲み物は持ち込みできるんだっけ、飲み物は前回でまあその傍受者側が、まあ、買ってくれる、その簡単なものですから、ビールとかだったりとか、あお菓子とかだったりとかは、うちらでだから出してそれでそれでもフード取ってもいいかもね、それはまあそうですね、僕らが買えば買うほどまあその質は上がりますけど、 そこら辺でもちゃんと結構しとかないときついかな、まあ協力してくれますよ、大丈夫、それもうありがたいね、いいね、一、まあ、回でも本当成功させたら8人でさ、8人お客さん来てもらって成功させたらモチベーション上がるよね、本当に本社的にもそういうの求めてるし、絶対求めてる、うん、でこやっぱめっちゃこのあの
本屋さん的には合うでしょこのテーマ石。めっちゃ合いますね。ね多分これしたいって言ってましたし、むしろ若者の働き方だったりとかで若い人来てほしい。あったかった。あったかった。若いやつら。自分の場を持つって大事だな。うん、本当。サージ理解を作ろう。なんすかそれ。なんかそういう会を作るらしいよ。サージ理解？サージ理解を作ってんだって。そうね。上島会ともあるし。ああ、そういう感じのグループをね。でもグループってさ、こう交流会を作ってて面白いな。だって。まあやっぱ昔から部族で権力をこう信用を集めるために会を作ってさパーティーをやって鹿の肉食えとかやってたわけだからいやけどそうですよ、ね、今も変わんないですよ。でもフランスとか結構いっぱい昔からやったんじゃないですかね。こういう書店が多分中心になってやったんじゃないですか、ね、まあサロンがそうだよね。サロン文化ってそういうことですね。フランスの場合はパリでさこうカフェがあるじゃんこれで店の外に席があってさ、要は日曜の朝10時行くと、ま、もう決まった顔が座ってて、みんな議論始めるとかっていう文化があるからね、サロンというか、そういうカフェでミーティングする。でも、約束しなくてもその日に行けばもう議論ができる。あれ、いいっすよね。そうそう。あれ、本当にいいのかな。カフェだけはやっぱ最高の文化だと思うな、フランスは。なんかそれをさみんなこうフランス人ってパリの人ってさ決めてないよ。本当に自分のカフェを持っててここに行くとあの人がいるとかさ、うん、ああいう自然な感じはいいよね、うん、前もって決める感じ。で坊主さんもそうなったら最高だろうね。なんかこの多分目指してる坊主さん的にはなんかね、まあ、もうちょっと店もちょっと移転して大きいところでやりたいです。で本屋さんプラスその裏でその出版業務を行うその2つの体制みたいなのがやっぱ理想って言ってましたね。なんか渋谷の店でそういう携帯の店があるんです。ああパブリッシャー渋谷パブリッシャー、ね、そうそうそうああいうのも結構あそこはまあでもホリエモンとかがなんか出版であそこすごいよイベントとか、ね、あそここそそれこそもう完全編集者のためのイベントやってて、まあ、会費結構ってやっぱ場所が高いけどね。あ、まあ、であそこはイベントで成功した本屋だね。あそこすげえ面白いなと思って、ね、あそこと B&B はまあ成功してんじゃない分かんないけど。でも B&B も入ってないよ。あそうなんですか。あの下北のさ、あ毎回やってますけどね本当に。だから毎日入ってない高いんだよあれ。だから2000円とか取るから。あそっか。価格設定結構いい人来ますけどね。そうだからいい人はもちろんいい人の時はいっぱいになるけど、今福さんのイベントとかすげえ行きたかったですけどね。バックリュータ、うん、うん、質は高いよな、うん、けど本当に。まあ質は高いな、まあ、けどどうなんだろう。今福リュータなんてこうどれだけの人に認知されてる。やっぱ菊池亜希子とかさそういう人に比べたら認知度低い。でも出版の場合はこうね、それ20人とかのニッチなお客さんがいるからね。怖いね。いいんじゃん、いいよね。いいですからね D&B も結構だってそういうあれだって、だって資本が博報堂がやってるから、まあ、じゃあお金的にはあんなの赤字だろうけどさ、博報堂がこう宣伝で全然お店としては売り上げはそんなないと思う。博報堂は一応その自分たちのさ出版文化を持ってるから、それを継続させたいわけでしょ。なんで下北なのかなと思うけどね。でもそれこそ本当高円寺とかさ、なんか違います。その高円寺でやるのと下北でやるの。下北って別に今は結構本屋さんってやっぱ B&B でなったけど、あんまり本屋ってイメージないよね。古着屋だよねやっぱ。演劇と古着屋じゃない。普通の人の下北で最近出てきたってことで、最近だから本屋カフェになったけど、なんか代理店やりたいんですか、その本屋復興みたいな。
やりたいでしょ。やりたいか。さっき白鸚堂自体がやっぱ出版で成し上がってきた代理店で、電通と白鸚堂の一番違いは、白鸚堂はやっぱ新聞だから、もともと新聞サッカーだけど、電通の場合はテレビだから全然違うんですね。今でもだからすごい白鸚堂はネットは白鸚堂の方が売り上げ上なんですよ。出版モデル近いからね、多分ネットの、でもそこそこ面白いね、広告代理店の人とかも来たなんかやっぱみんなそれぞれの肩書きとか立場を明確にすると面白いよね。で例えばいずれファースタジオ制作会社いやいや面白くない、制作会社代理店の人と、なんかそういう、なんだろう、もうこの場だったら、階級な、階級っていうか、その立場ない、なしなしだったら、超面白いですけど、だそれがいいじゃん、階級ヒエラルキー、ピラミッドをなしにするっていうさ、それは場を作るしかないですよ。大企業の広報の人とか来て、そうお前ふざけんなみたいな、大企業の PR の人とか来て、それ面白いね。だ行政とかもさ、その行政のとか NPO も場作りやんだけど、やっぱり目に見えない壁みたいに作んのよ、あの人たちも。こういうなんか民間のさ、本屋さんでやればそういうことはちょっと壊せるじゃん。うん、確かに。会社とかでやっちゃうと大変だけどさ、都心の会議室とか借りてやっちゃうと。企業の名を伏せたいですね。あ、だからいいじゃん。制作、いや、でも、制作会社で働きながら、いろいろ文化について考えてる人でいいじゃん。あ、いいっすね、うん、それだと見えなくていい。いいね、楽しくなってきたよ。こうやってイベントやると楽しくなるんですよ。これはね、かなり難しいっすけど、ね、これは何がこれ人よ、もう決まっくるんかな、これって結構難しそうっすね。いや、呼ぼうよ。今からアピールするしかないです。だから楽しそうにするイベントしかないね、人を。あと、まあ、僕らは若い人がやるっていうのもね、結構。あ、俺でも一人多分誘えるわ。ああ、その前、前回はたかた一緒にやった子は多分来てくれる、休みだったら。要するに何の仕事してる人？その人植木職人やりながら思想書好きでいろいろ考えてる。まあ1000円だったら来る。その人はいっぱいいろんなイベント行くの好きな人だから。一人はもう誘える、樋口さん、まあ、誘える人をまずやるといいかもね。了解してるか。そうなん、結局そうなんだよ、誘える人も喧嘩しそうだね。もうやばいよ。人はまあおいおいって感じですよね。え、あの呼ぶ人というか、いや、誘える人から決めてくる。誘える人、うん、お客さんから決めてくれたね。俺、仕事前さん、上行って。だって8人だったらもう、8人だったらさすがに集客からやった方が早いよ。50人とかじゃないの。みんなここでもさ、やっぱ考えたがんないけど、ここから決めていくのが一番早いと思う。で、断られたらいいじゃん、違う人も。あとはだから宣伝作ってネットで集めるしかないからね、知らない人。まあ、あとは、まあ、僕の友達とかかな、はい、友達とかですよね。友達ですよ。まあ僕のアパートの人で、まあ、その、まあ、自宅に要介護のおばあちゃんがいる人、まあ、こいつの多分このテーマだったら参加するんじゃないかな、うん。結局来る人から集めてって、ここからテーマをやるっていうのもまあベストだけですね。
まあそうなりますよね、勝手に。だってみんな聞きたいテーマってあるもん、うん、絶対。そうするとちょっとここだから、ここら辺もうちょっと深められるよね。これだと大雑把すぎるから。もしも親が要介護になったらっていうのをもうちょっと問い深めて、これから現実的に親を支える、うん、まあそうですね。そうするとそこの答えとして、まあ、いや答えは用意しなくていいよ、問いかけだけ用意しろよ、うちら答え用意しちゃう。まあ、まあ、答えっていうか、なんか問いかけだけだよ、こちらが作る。問いかけか。で答えをしちゃうとね、知識人になっちゃうから。で答えは分かんないから。まあね、そうですね。まあ、一旦ちょっとこれ外れて、うん、でも僕なりに、都会の人って結構その、どうぞ。一世帯じゃないですか。一世帯で家族作ってやるとか、まあ、あと親戚のつながりが少ないとか。うん、けど、まあ、田舎だと、まあ、親戚のつながりが強いと、うんうん、そうなると、なんかこう、例えば、一つの家族で介護しないといけない人がいるじゃないですか。うん、田舎の、まあ、共同体は結構そうだよね。そうなると、まあ、親戚とかも介護に協力してるっていう環境になりますよね。けど、都会だとそうはない。だからない、世帯がなんか完全に違う。うん、そこのだから結局世田谷の保育問題ってあるじゃん、うん、でうちの方も保育所の空きがないっていうのはそこなんです。地域で要は田舎だったらやっぱ隣のおじいちゃんおばあちゃんとか住んでるわけよ、うん、あるいは二世帯住宅だったりするんだけど、世田谷って大抵ね若いカップル同士とかさ、うん、夫婦だけの世帯なの、うん、そうするとどっちもみんなね20代30代40代共働きだから、結局子供育てるとかってやっぱ託児所託すってないわけ、うん、だから結局世田谷はそういう人が多いから、うん、ちょっと足んなくなるに決まってるんだよ。でそれを増やすっていうか、なんか世田谷のね町づくりトラストの人と話したから、答えとしては一般の家を今開放して区でやろうとしてるのは、うん、区で民間の領域で NPO とかで見るっていう風にしようとしてるっぽい。だからすごい世田谷やっぱ進んでて、その問題解決をやっぱ民間で解決する、役所とまあ民間がつながってるっていう風にやろうとはしてる。これはやっぱ具体的にもう問題解決に動いてる NPO とかがあるからね。そうそうそう。だ結構もうやっぱみんなこういうこと考えてさ、実は解決はしつつある途中なんだよね、実は。ただやっぱ面白いテーマにするかどうかっていうのはあるかもね。そうですね。まあ、この会の意義として、うん、やっぱそこを考える会っていうのを作り出すっていうことが一番きっかけ作りだから。あ、そうっすね。そこが僕たちの意味ですね。で毎回俺はそう、あ、毎回そうだね。まあ、はたかたって一応俺の企画としてやって、で小川君とやる場でずっと1年間通じてやってったら面白いね、その当日者で。確かにね、それはあり。働くを語る。でもやっぱ上司の悪口は盛り上がるんだよな。それはそれでまあいいと思う、憂さ晴らしになって。でアルコール入れずに言う、要は飲みながらじゃない上司の悪口ってすごいいいんですよ。ちゃんと客観的に物事を見れるから愚痴にならない。前回分かったさ、みんな昼間から、日曜の昼間から上司の悪口を言うと上司の悪口になんないの。それ面白いでしょ。まあすごいお酒入れる時間帯とかで、その後でお酒入れればいい。シラフで上司の悪口とかさ、でキャッチボール式で、まあ、そうそうそう、
それがいいよね、楽でね、あんま決めないでね。そうそう、まあでも時間帯として、だから時間だけ枠だけ決めて30分とか、その例えば日曜日開設するんですか、ね、うん、3月で、ね、したらまあ7時からとか6時からとかってありますけど、まあ一応募集者では結構6時からとか7時からとかやってますね、まあ、であとはなんかまあ9時ぐらいまでそのまとまったセクションやって交流会みたいな、だ18時から19時1問目で19時から20時以降であと1時間交流会でいいんじゃない、でまあ21時半に完全撤収とかでいいんじゃない、あ、ね、まあ、まあ、例えばその、まあ、店でそのまま、まあ、残りたい人は残りたい人っていう形だったんですけど、いやもう完全撤収した方がいい、完全撤収俺 あのそういうことしていいことは何なんだろういや、あの場を分けた方がいいの、こういうのって、うん、絶対持続にやると変なことになるから、あの次もやろうって気になんなくなる、あ、なるほど、ね、その後のトラブルもやっぱ継続しちゃうよ、例えばさこれでグダグダダラダラとやって、じゃあ飲み会行きますとかでやるじゃん、そうするともう次の場をやろうって気になくなるから、ここで終わった方がいい、でまた次回やるとき来てくれるから、そういう人、ね、そうやっぱ切った方がいいんですよ、経営の合理化あ、本当ね、それ結構大事なことですよね、なんかこう一見もっとやればいいような場になりそうなもんだけど、交流会は交流会で作ってそこで切っちゃった方がいい、そうファシリテーションも、これやっぱこういうファシリテーションって本いっぱい確かにあって、こういうの結構ちゃんと考えられてるんだよ、で企業とかだとそれで売り上げが変わったりするから、そんな多くて人間の場作りってやっぱね、いいね、こんな感じでいいんじゃない、でまあちょっと早めに企画者は早めに入って、まあ夕食済ませておいて、17時いいんだね、17時半インぐらいか、ね、企画者は、まあだから事前にちょっと早めに、一応は早めに会って、でどっかまあ主義かファミレスかでちょっと食事しながらミーティングして、でそのままボディシャルいいんだ、夕食&ミーティングでちょっと早めに夕食食いつつ、であとは交流会して、まあ1時半に完全撤収生産して帰った、いや俺やっぱよかった、自分でイベント開くとこういうことがいいですね、今そっか2月も入るか、だからまあ2月はもうまあね、3月以降だね、3月以降で、3月以降の日曜日で、ここまでバッチリこれを企画書に落とし込んでくれれば、ボズ社の人も安心するわけよ、あ、この人しっかりしてるなって、こう時間もこういうことやって、適当に例えばさっきぐらいの段階で企画書やっちゃうと、ソーシャルワークはとりあえず呼びたい、意味わかんねえとかなると、ここら辺までかっちり考えてくれるってことが、店やる人にとっても、あ、この人本気だってなる、うん、うちもハーフスタジオでとりあえず写真作品撮りしたいとかっていう人は大抵ドタキャンしたりするからやっぱ本気度ってこういうことをちゃんと考えてるかどうか、日時、じゃあ日時は日時これでいいね、こんな感じでいいです、うん、であと企画書いずれ、まあ、まだそうですね、まだそう、伊藤さんには話せればいいですよね、この話は。でまあまだまだメールやり取りして、うん、企画書で送るから、それプリントアウトして持ってって、ああ、なるほど、俺は行かない方がいいでしょ、あ、まあ俺一緒に行ってもいいけど、多分知ってる人の方がいいでしょ、ああ、まあそうっすね、でね、知り合いで一回やったんだったら絶対通しやすいから、その方がいいでしょ、でここまでかっちりとテーマと日時と、まあどんくらいの目処をつけていけば、まあ大丈夫だと思う、うん、変なで、あとフライヤーももう作ってっちゃう、いいね、うん、あのね、はっきり言って下準備で全部決まんの、料理と一緒、もう下準備を
全部事前にしとくって、うん、だってさ逆に失敗 が何でこういう場作りで失敗するかって言ったら下準備しないで当日とりあえず呼んで、うん、ゲスト呼んで喋るとかもうこれ絶対失敗するんだよ、うん、だって何喋るか分かんないじゃん。だからもう下準備して全部してなるべく当日来てくれる人が楽しめるようにしとけば、うん、あとはもうインプロでさ即興で楽しめるじゃん。楽しいでしょ。いいっすね。で現実当日ね何が起こるか分かんなくても楽しめる状況だけ作ってくから、うん、じゃあサブスクって。ただまあ企画するとやっぱ時間気にしなきゃいけないからそんなにこう参加する人ほど楽しめないってのはある、うん、売れ時見ながらになっちゃう。この間の夏にやったんだけど、はい、去年の夏にやった畑方も完璧で、ま、うちの近くに丸屋っていう蕎麦屋さん、美味しい蕎麦屋さん、そこの出前を取る電話入れる時間まで決めといたから超スムーズに終われた。すごいですよ。すごいでしょ。交番表みたいなのがあって交番表を作っとくか。交番表です。いやでも多分成功するってやっぱタイムスケジュールだから、うん、AD の仕事と一緒で交番表を作っとくと。だって時間以外であんまりなんかこう失敗する要素ってないと思うんだよね。ダラダラ喋っちゃうとかが大抵つまんない原因じゃん、うん、他大抵時間が決まってれば大抵面白くなるよ、うん、そう。そしたらそうだね、飲み参加の人は2000円とかでいいんじゃない、ね、飲み参加交流会参加は2000円で、このトークだあのイベントのみっていう人は1000円なんじゃない。まあそこら辺はまあ当事者相談ちょっと相談だよね、こういう形もあるけど。あとそうだね、もうあの1ヶ月3週間前ぐらいにはもう来る人のもうメンバー確定取りたいよね、うん、なんか前日まで結局来ないかもしれないっていう状態だと。結構ドタキャンもありますからね。そうなんだよ、意外とあるからね。だからドタキャンの場合はもう参加費事前に取っちゃってとかも PTX で取っちゃうとかってもいいかもしれない。それがいいよ、もう本当ドタキャンだけは、うん、結構ありますよね。一番最悪なのは8人でドタキャンを起こされちゃうと結構きついから、ね、まず20人ぐらいのイベントだったらいいけどさ。ドタキャン、そうですね、ドタキャン用の、うん、PTX でね、事前に撮っちゃおう、それが一番いいっしょ、事前回収。ただその8人全部固めますよ、本当に。例えばその防止として Twitter とかで公開します。だからその全部も含めて締め切り日を決めればいい、うん、例えばこっちで6人集めるじゃないですか、うん、で2人のところはそので集まった人、まあ、いるじゃないですか、うん、その人用で入れとくみたいな、多分でもいいし、か坊主社さんでもシリーズ企画にしてくれるんだったらもうスケジュールを年間で入れちゃってもいい。あ、まあ、それ最初次第じゃないですか。最初次第なんで、だから一回やってみないと分かんないから、うん、そうそう、すげえいいってなったら絶対シリーズ感にもなるかもしれないから、そこは企画次第だと、うん、だから1回目はこっちで固めちゃうのが俺はこういう企画はベストだと思う、うん、だってツイッターとかで来る人ってどんな人か分かんないじゃん。まあそうっすね、けどそうっすね。でていうかツイッターで来る人ってろくな人いないって考えてた方がいいと思うんですよ、うん、それが、まあ、考え方としてはもうベターでしょ、こっちで決めちゃうことは。結局ね、だから人で決まるからイベントに行くのって。けど本屋側としてどうなんですかね、そこら辺って。なんかさ、なんか新しい人呼びたいっていう気持ちあるじゃないですか。あ、だから知らない人でいいんじゃない、あの、うん、本屋別に俺の知り合いで、まあ、多分確かそうですね、坊主社来たことない人ばっかりだから、うん、その人たちに知らせるって言ってくる、うん、でみんな多分結構知識好きだから本一冊は買ってくれると思う。で告知する必要ってありますか。ブランディングですよ、ブランディング。
本社のこんなイベントやってますってために、本屋さんのためにですよ。で1回目は正直写真とか当日ね、どっちかがまああの場の仕切り以外はカメラでバーって撮りまくって、宣材写真いっぱい撮って、これからのイベントのために使う情報として写真のデータ作る。本当クローズでやるってことですよ、絶対いいと思う、うん、なるほどね。オープンにやって、だって8人のイベントをオープンでやっても怖いから埋まんない状況も怖いし、逆に来すぎちゃっても嫌じゃん、そうっすね、断んなきゃいけないから、まあ、それが、そうだね、断るのが一番辛いからね。クローズドでやって写真と、そっか、クローズドありっすね。よいしょ、うん、でみんなクローズドのイベントが絶対盛り上がるから、うん、確かに来てくださいって言ったら上司の悪口とか絶対盛り上がるに決まってるから100%も盛り上がる。そうっすね、じゃあみんなだってそんなのさ、カウンセリングにかかったら大変でしょ、それを1000円ぐらい払えば言えんだから、うん、こんないい場ないって。上司の悪口、結構みんなね、なんかこう集客を考えない人本当多くて、こっちで来る人をまず固めるってのは結構鉄則だと思う、うん、最初の集客だから、それも前回やったのもさ、まあ成功か失敗かとりあえずやったことが成功だけど、要は2人しか来ないっていうことではさ、まあ成功ではあんまりないわけじゃん、うん、でそれを見ると多分それは設定として小林くんがやりたかったことっていうのがそもそものテーブルなんだよね。で自分のやりたいことだからいいんだけど、一方でやっぱ自分のやりたいことっていうのは来てくれないわけよ大抵。だからそこで自分のやりたいってことと来てくれる人に合わせるっていうのは中間領域なんだよね、うん、一番いい場って、自分のやりたいことやりたいで、例えばさ、もうさっきの一番分かりやすいこのソーシャルワーカー呼びたい、それは一人で行けばいいのよ、はっきり言って、ね、そう、その中間を作り出せばいいわけ、うん、成功する、そうそう、受け手側のことを考えてて、そういうこと、永遠のテーマだな、ね、で、場ってやっぱそうじゃん、そうそう、面白い場ってみんなそうだよ、やっぱで、多分やりたいことだけをやってる場ってもう来る人ってみんな、なんていうの、第三者意識でしか見れないから、うん、まあ俺もういいかなってなる、うん、全員ほんと個人的思い入れが絶対あっていいんだけど、個人的思い入れを相手側に合わせるの、うん、そうあっていいから、これは相手側に、相手側来る人に合わせるな、これがやっぱ一番難しいと思う、まあ、焦点を合わせる、感じかな固まりましたかね、結構、まあ、あとはそっか、あ、資料とか出てけって合図だけですね、そこ行きますか出てけって合図じゃん、水入れてくれて、それえ、なんか食べます出します、吉野家かなんか行かないあ、なんかそれだったら、あの、いいとこあります、男の晩ご飯とかですけど、結構ここで美味しいとこ、結構安くて食べるとこ、何屋さん、ね、いろいろステーキとかカレーとか、そのがっつり食えないのじゃあそうっすね、じゃあ吉野家とかしますか、その男の晩ご飯、チェーン店、いやここだけです、三鷹にあるよ、三鷹、本当ですか、あ、これか、キッチンの男の晩ご飯、あ、それです、それです、それです、これ何し、どんな感じ、あ、三鷹にもあるよ、へえ、あ、そうなんだ、カレーとか、ニンニク、ナポリタン、うん、まあ、なんでもちょっとね、冷たいね、ここまで来てもね、そうっすね、ね、まあ、場所を移動しますか、ね、じゃあちょっと、じゃあ気分変えて